こんにちは、速稼塾の久保です。今日は FX のことをちょっとお話ししたいと思うんですけども、レポートが上がってきましてですね、まあ、私の他に、私が教わっている仲間のトレーダーっていうのがいらっしゃるんですけども、仲間のトレーダーはね、ブレイクエントリーをしないタイプなんですよ。で、私も最初はそうでした。でも私は収束からレンジからですね、ブレイク狙いっていうのをたまにするんですよね。収束の後はブレイクが来て、ブレイクの後は収束に向かう、これを呼吸のように繰り返すのが相場だと思ってるんですよね。で、これは間違いではないと思います。ただブレイク狙いっていうのは反対側に行くこともあるんで、それなりに危険度は高まります。その中でですね、私と仲間のトレーダーのチャートを、取引をね、同時に見てる方は混乱すると思うんですよ。で、私はブレイク狙いをやっていると。仲間のトレーダーはブレイク狙いはあんまりしないということで、一体どっちの言うことを聞けばいいのかなってことなんですけども、ここでね、もう一回確認しておきますけども、基本的にね、仲間のトレーダーの言うことが正しいわけなんですよ。で、私はどちらかというと、最初はね、仲間のトレーダーの言う通りにしてたんですけども、それで利益が上がってきましたからね。ただ、やっぱり仲間のトレーダーの解説っていうのは、あらゆるレベルの人に向けているわけではないんですよね。やっぱりこう、これから稼いでいきたい、マイナスをプラスにしたいって方向けなんですよ。私はどちらかというと、プラスになるのはもう私は、ね、はばかりながら当たり前なんですよ、FX は。ただそれを年間で1000万円突破のレベルに上げていきたいんですよね。ですので、教わった通りにやるだけではもうダメなんですよ。特に仲間のトレーダーの解説から取り出せるものっていうのは、失礼ながらまだ勝ってない人を勝たせるためのものが多いので、そう考えていくと仲間のトレーダーに別のレクチャーを受けるっていう方法もありますけども、今の段階だと私は自分のトライ、試すことの中から正解を自分で見つけていること、要するに周波の、まあ、歯ですかね、歯のレベルに来ているというところなんですよね。まあ、ですのでね、私のと相場と仲間のトレーダーの相場、どっちについていけば分かんないときは、勝ってないうちは仲間のトレーダーについていってください。勝てるようになってきたら、もしかしたら私のやってるような方法が合ってるかもしれないですし、引き続き仲間のトレーダーの言ってることをやれば勝ちが増幅するかもしれませんし、もしかしたら他のね、例えば着物トレーダーさんとかに教わった方がいいのかもしれませんけど、まあ、着物トレーダーさんは今ね教えてないんですけども、そういうふうな形で最初、基本は勝てるまでは一番最初についた方を徹底的に、まあ、しゃぶり尽くしていくというのが全てです。迷いが生じていた時点でですね、もうそれはねいけてないんですよ。だからもう一回初心に戻って、この人の FX の手法をね、一つでも多く習得して自分も勝てるようになるんだってところ、まずは勝てるようになることです。やれば必ず勝つみたいな、そんなスタートで、目指していただきたいかなと思うんですよ。で、やれば必ず勝つんだったら、あっという間に稼げるんじゃないのっていう話もありますけども、投入資金 の要するにエントリーのロットの幅っていうのは、本当に精神力の厚みが倍に増やすと3倍とか5倍とかになるんですよ。まあ、ですので、私もね、私みたいにって言ったらまた偉そうで申し訳ないですけど、資金はそこそこあると、FX の資金がもうね、なくなっても大丈夫の立場でも、やっぱりロットを上げるのってすごい圧力がかかるんで、今ね 0.1 とか 0.2 ロットでされてる方とか 0.01 とかでされてる方いると思うんですよ。これをですね、1ロットにするのがどれだけ難しいかってことなんですよね。精神の戦いですから、そういうところもありますんで、私は未だにですね、このぐらいでしかできていません。まだ初歩の初歩でございます。なかなか月間で何千万の勝負をするってことにはなりません。仲間のトレーダーはね、仕事としてそれを常に何千万ということをやってきましたんで、それは私よりもね、教え方も上手ですし、伝え方もよく知っておられます。私はもともと今でもね、坂田五法とチャートの形ぐらいしかお話することがないんで、本当必要最小限の情報でね、勝って、たまたま勝てているって形なんですよ。通常私の情報量で勝つことは本当難しいと思いますんで、やっぱりね、避けることなくやるべきことはやっていった方がいいと思います。それでは本日は以上です。